はい、というわけで今日2回目ね。今日は何のお話でございましょうか。ネオルの新しい EP の評論会を評論会ねっていうのの、まあ、感想を言い合うだけの会ですね。そう今日ね、そのどういう順番で喋りたい？第6巻とかは、出てから立ってるのもあるし、そうだね、有名になった曲だから、EP で初めて世に出た3曲を、はい、メインにお話ししたいなと。そうね。まあでも全体的に触っていこうかなとは一応思っておりますので。ここが好きだったとか、ここはちょっと私の好みには合わなかったわとか、別にいいことばっかり言えとは思ってないから、もうなんか好きに言ってほしいし、それがわからない人は今すぐ主張をやめてほしいっていうテロップ出しますので。いや、でもね、ちょっと思うんだけどさ、万人受けを目指しているのかと思ってたよ。いや、そんなことない。推しのことを必ずしも全肯定しなければならないとは全く思ってなくて。まあ一応これも推し語りの話だもんね。そう。で、ね、これは持論なんだけど、ちょっとこんなところで私が喋ってどうするんだって話なんだけど。あのね、ちょっとここは喋らして。好きか嫌いかは100人いたら100人違うんだから、そこはいくら言っても私は愛がベースにあれば、誹謗中傷じゃないと思うわけよ。だから、キャオさんはレオルさんのことがリスペクトっていう意味で好きっていうのがベースにあるっていうのをちゃんとみんな理解していただいた上で、この先の話をね、聞いてほしいなって思うから、ここで予防線を張ったので、もうあなたは守られていますので、もう心置きなく喋ってください。ここ2年ぐらい、まあ、ライブにも行けず、作品も出ずっていう状態だったから、ね、いろんなアーティストを聞くように、もともと聞いてはいたけど、深掘りしたりするようになって、レオがラップを歌うことに関して参考にしてるとか、こう好きだよって言ってる US のラッパーの方たちだったり、そのさらに元ネタ90年代とかの古い曲とかも、まあ、掘っていく過程で知ったりとかして、レオがいろんなものを吸収して、今私たちが好きって言っているんだなっていうのが、こう、なんて言うんだろう、こう分解されて分かったっていうか、今まではこう盲信的に、レオっていうキャラクターが好きだから結構何をやっても好きだったんだけど、でも音楽に絞ってみた時に、なんで好きなんだろうなっていうのを自分の中で考えて分かるようになった。いやー、それめちゃくちゃすごくない？それ、まあ、それもラブだからだよね。レオのことがラブだからこそ、もちろんDJ がもともと好きっていうのもベースにあると思うけど、レオルがきっかけだよね。もともとヒップホップが好きで、自分も DJ としていろんな曲を知ってかけれるようになりたいっていうのももちろんあるけど、それもレオがきっかけでもっと掘ろうって思ったのもあるし。あー、いいね。で、その元の人とこう、まあ、比べてみたりとかね。おー、なるほどね。どこの部分を参考にしたのかなっていうのを。それ楽しくない？なんか新曲出るたびに、あ、この曲はあの国のあの要素をちょっと入ってるなとか、その匂いがあるなとか分かるでしょ？本当にそうなんだよね。なんかこう、ヒップホップにもやっぱこう流行り廃りがあるから、この年代のこういうのを取り入れてるのかなとか。すごいね、年代とかまで分かっちゃうんだ。大体ね、大体。大体でもすごいよ。何十何年とかぴったりは出てこないけど。でも時代感が分かるんだよね。そうね、この時代のフィメールラッパーの感じかなとかね。いやー、それ楽しいね。楽しいね、本当に。そういう目線で今回のアルバムも聴いてたってことだよね。そうだね、順番に行く？曲。アルバム全体としてってこと？ああ、いいよ、それでもいいよ、まず。アルバム全体としては、やっぱなんか J-POP にすごい寄せてる、多分私が思うによ、こう第6巻がすごいいろんな層にヒットしたと思うんだけど、実際クラブでもね、何回か流れたことがある。嘘！すごいね。もううちの箱なんかもゴリゴリのヒップホップの箱なんだけど、流れた。流れた。へえ、それはキャオが流したわけじゃないよね、他の人が。すげえな、そこに入れてもらえるの嬉しいね。それはちょっと聞いた時びっくりした？あ、なんか、そう、うちの箱に来る層の人たちは、多分レオのことを知らない人もいっぱいですし、それでもその DJ がこの曲が好きっていうのももちろんあると思うけど、きっと誰かに刺さると思ってかけてると思うんだよね。そうだよね。
もちろん CM が一番大きかったとは思うんだけど、まあね、うん、普段デオールを聞かない層の人たちが知っていて、だからこそいろんな層にヒットする曲を入れようと思ったのかなと思った。うんうんうん、うん、なるほどね。デオのファンに寄せてるっていうよりか、もう新しい層を取り込んでいこうっていう。うんうん、確かに確かに、うん、それはなんなん、キャオ的にはもっと尖ってて欲しかったなぁなのか、あ、この路線もいいじゃんっていう感じなのか、どっちなん？やっぱ私はその歌い手の時代から好きだった人だから、うんうんうん、元々のレオの良さを生かして、今まで通りと言ったらあれだけど、うん、今までの路線でっていう感じ？うん、そう、そうそう、うんうんうん、でその大きな要因がギガちゃんだったと思うんだけど、そうだね、ボーイが出て、はい、まあ、あの歌詞がいろんなシチュエーションに当てはまるっていうのは分かるんだけど、うんうん、ボーイの歌詞がこう自分の道を行くよっていう、あ、もうギガちゃんへの決別の曲みたいな風に捉えたってこと？そう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 、へえ、面白いね。そう、これまあ別れの曲じゃん。まあね、うん、でもそのけなすわけではなくて、その相手を、うん、リスペクトもしてて、うん、でなおかつ長い時間を過ごしたような雰囲気が見て取れる。何でもできる君を思えばとかも、うん、その相手をリスペクトしてるからこそ自分の意見を正直にぶつけていきたくて、うん、でこうなるしかなかったみたいな。だから最近ファンになった方だとちょっと話が混乱するかもしれないんだけど、昔のねユニット時代の大文字のレオルの時の、最後の解散の時の曲で、エンドレスラインっていう曲があるんですけど、それも後々レオル本人曰く当時のね自分の心境がもろに出てたって言ってたけど、要はなんかあれもユニットに対する未練みたいな、決別みたいな感じだったけど、あれのギガちゃんバージョンじゃないかっていう解釈だよね。うん、そうなんですよ。きっとそのこれを見てる限り、うん、レオもレオ自体にすごく自信をつけて、うんうんうん、そう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 、そう、自分の才能を信じてるっていうのを見て取れる。だからただの、うん、カップルのお別れの曲には見えないんだよね。そうだね、なんかその盟友として、その相棒としての決別みたいな、うん、そう、もうずっとなんか一緒に戦ってきたような人。ああ、戦友との別れだ。うん、あ、なるほどね、そういう風に撮れるんだよね。うん、いや面白い面白い。でその後にこの電曲が出て、そうだね、あ、なるほどギガちゃんじゃないのかっていう。そう、今回のアルバムの曲、新曲はミスコントロール以外は全部あれかギガちゃんじゃないよね確か。そう、だからアルバム全体を通してそのキャオの印象としては、なんかこのギガちゃんから離れていってるって感じ。うん、まあ、今までもなんだっけ、平面鏡のアルバムかな。あ、はい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 、虚構集とかギガちゃんじゃない日もあったけど、そっからまた全部ギガちゃんになったじゃん、うん、そうだね、そっからまたこうなったっていうことは、うん、多分レオの中での心境の変化があったりたんじゃないかなって。なるほどね、まあ、私は全然子さんでもなんでもないんだけど、多分ね古い人ほどずっと一緒にいてほしいみたいなところも多分あると思うわけよ。キクとの3人でコミケに出たりしてっていうところから始まってるから、そこの相性の良さはもうみんな分かってるし、本人たちも絶対分かってるけど、でもなんだろう、レオルとしては もっとそのメジャーシーンに寄っていきたいってなると殻を破れないというか、ギガちゃん以外の自分の生かし方みたいなところがいつまでも開拓できないっていう、なんかもどかしさがあるのかなって思ってて、うん、うんうん、レオルの昔からのファンからするとちょっと悲しい曲に思っちゃうね、だから思いが、うん、なるほどね。なんかあれやん、意外とみんなさ自分自身のあれに共感して聞くもんだと思ってたらそうじゃないんだね。結構アーティストに感情移入して、うんうん、レオルがどう思ってるかっていう目線で聞く人多いんだね。そうだね、うん、多分舞台手の時に、うん、ギガちゃんとの曲で有名になったギガンティックラッカンスだったりとかっていう、うん、ギガちゃんの曲であそこまで大きくなったっていうのは絶対にあると思うから、うんうん、苦楽を共にした。そうだね、これからも一緒にやっていったらうまくというか安定して、あ、はいはいはい、かける2でいけるんじゃないかなって思うんだよ、うんうんうん、第6巻が実際そうじゃんね。そうだね、そうだね、ずっと一緒にやってきて、うん、バラードだったりとか、うん、もうアゲアゲな曲だったりとか、うん、いろんなのをギガちゃんで作ってきてレオルが歌ってきたと思うのね、うん、でその先の第6巻が、うん、ああいう風にみんなに聞かれて、うん、
人でやってきたことがみんなに認められたじゃんって思った、うん、だからこれからも2人でやっていけばもっとみんなが認めてくれるんじゃないって思う、うん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 、まあエゴでもありますけども、うん、いや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 、だからずっと一緒にいた方がもっと早く例えばメジャーシーンに行けたりとか、その、まあ、安定して進んでいけるのになぜわざわざ離れるんだろうみたいなところも、まあ、思う人は思うよね。その辺のきっと葛藤もさあるんだろうなとかさ、いろいろ考えて、まあ、本人たちがね一番そういう話し合っただろう。そうだよね、まあ、うちらは受け取るしかないからこうやって想像を巡らすのがなんだろうね、楽しさでもあるんですけどまあね、それがコファンの仕事みたいなそうそう、あの妄想いろいろ何があったかを、そうそうそう、想像したりするのがね、あの楽しいところだから、まあこれはこれでいいのかもしれないですけど、そのレオの魅力って、うん、この難しい言葉を使うところだと思って、うんうんうん、で、その難しい言葉が合う曲ってやっぱり暗い曲かな、暗い曲っていうか考えさせられる曲、あ、はいはい、でどちらかといえばネガティブな方がスタイル的に合っていると思ってるんで、はい、なんか年々難しくなってない歌詞、めっちゃそれ本当それよ今回のさ、よくこんな言葉を見つけてくる、そうそうそうなんかさ、アウフガーペとかやめてくれと思うもん、マジでね、ほんと私もさ、このさ収録にあたっていろいろその難しい言葉を調べたの、うんうんうん、でもなんか調べても、うん、それが本当に適切だったのかっていうもっとぴったりハマる言葉が、うん、でもそのぴったりハマるかどうかはレオが作った曲だからレオが一番分かってたんだけど、そうだ、アルフガーペが一番ぴったりしてたんだろうけどね普段そんなに脳みそ使って生きてない私たちからしてみると、はい、なんかまあ、極論言うと何を言ってるんだっていいよいいよ、そういう話欲しいよなんかその言いたいことは分かるけど、うん、そうそうそう、ぼやっとしか分からないというか、あー、うん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 、だから本当にこう白黒をはっきりつけてほしい人からすると、うん、その言葉は適切だったのかっていうふうに思っちゃう。あー、そうねそうね、一番最初にちょっと分かんないぞってなってきたのはね、うん、今回のアルバムの話じゃないんだけどすごい前ですけど、あのシグマの、はいはいはい、ね、ルナティック、あもうさ何何と思って、頭の中にさいろんな映像が出てきちゃうわけよ、なんか、うん、何の話みたいないや私困るマムってか EP で一番それを思ったのは、うん、ミスコントロール、あミスコントロールね、わかるわかる、あれはお手上げ本当に本当わからんいや私もさめっちゃ歌詞さ読み解こうと今回努力したんだけど、うん、無理でしたよ。いやなんかこう場面場面のね、そう2行ぐらいは分かるそう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 、2行ぐらいのシーンは思い浮かぶんだけどもうなんか2行後には違うシーンです。そうなんよそうなんよ、あの全容が見えないんだって。まあで俺本人もさ、もうどこのインタビューで言ってたかもう全く忘却してしまったんだけど、あのこのシーンの私のことかなっていう風に思ってもらえるようにっていう意図も込めてわざとぼやかしてあるよっていう風にはさ言ってはいるんだけど、うんうん、まあそのぼやかし方が年々さ激しいわけよね。そうなんだよね、本当にそうなんだよね。なんかボカロ曲ってすごいそれがストレートだと思うのよ。ああそうだね、多分こういう子に刺さってほしいっていうのが、うんうん、もう明確なのが多くて、うん、最近のボカロもなんかちょくちょく聴いてるけどやっぱりそれは変わらないんだよ、うん、特定の人物への皮肉だったりとか、うん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 、考えすぎているあなたへの助言だったりとか、そうターゲットとシーンが明確だよね。そうなのよ、すごい、もうでレオも昔はそうだったのよ、うんうん、多分そうだね、うんうん、最近はなんかもう誰を層にしてるのかもわからないのがあるって、うん、なんか私ってこの層かもって思って聞いてってると、うん、あれなんかずれてきたみたいなのもあるし、うん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 、なんかさ近年の歌詞が難しくなってきてるレオルの音楽の聴き方として言葉選びが素晴らしい曲なんだって
思うようになって、なんかね、その音として楽しむように私はなってきてる、年々。なるほどね。もうそれこそ、そう、ある意味もうラップだよね。直感的に、あ、今こことここの、あの音が踏まれて気持ちいいみたいな、その言葉にあんまり意味はないんだけど、耳で聞いてると心地いいなっていうところのポップス版なのかなって思ってる。なるほどね、うん、そしたらモヤモヤしないから。あー、でもそれはね、一理ありそうだよね。このミスコントロールに至ってはさ、うんうんうん、すごいこう、EDM っていうか、うんうん、体系っていうか、うん、機械音が強いから、うん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 、人の声も楽器みたいに、聞かせたいのかなって、今聞いて思った。そうだね、なんかだから歌詞を無理に読み解かなくても正解な曲なのかなって思うけど、うん、あのもしめちゃくちゃ高度な読解能力がある人で、まかり間違ってこの動画に飛んできてしまった人はどうか、あの意味を教えてください。うん、本当に教えてほしいです。ミスコントロールに教えてほしいです。マジでわかんない、わかんないわかんない。そうでもさ、こういう曲レオルらしいよね。なんかそのリミアンに近いものがあるよね。あー、わかる激しさだけど、ギミアほど明るくはない、うん、でもラップがあり、サビの部分に歌詞がなくて、はい、みたいなのは、まあ、K-POP っぽくてレオルっぽいなって思った。なんかそのレオルの声も機械音っぽいからすごい合うと思うし、うん、こういう言葉が片言してるような感じのやつも、うん、その音に合ってると思う。そう、ミュータントの話するって言って途中で終わってたんだよね。そうだね。なんかさ、ミュータントさ、難しい言葉いっぱいあってさ、いっぱい調べたんだよね。ミュータントって突然変異っていう意味らしいんだよね。ミュータントになった私にはわからないっていうのが、突然変異した私にはわからない。だから自分が突然変異しちゃったんだよね。そう。で、そのさっき言ったアウフガーペ、心理用語らしいんだよね。実験者から被験者に与える問題っていう意味だって、だから答えをアウフガーペっていうのは、答えを出しなさい、アウフガーペみたいにっていうこと、かなと、はい、そうね。で、アポトーシスっていうまた横文字があるんだけど、はい、それはなんかあらかじめ予定されている細胞の死だって。あのアポトキシン、あのコナンのね、あれとも多分、あ、語源は一緒だと思うんだけど、細胞死ね。まあ、だからこの時間はあらかじめ終わりが決まってるっていうこと、で、揮発性をはらんだ時間っていうのは、こうもう一触即発じゃないけど、そういう二人の間の空気が、っていうことから、まあ別れの曲で、はい、しかも終わりの決定だは自分っていう曲なんだなと思って、はいはいはい、あなたに私と同じように変わってほしかった、突然変異した私についてきてほしかったような感じに思える、なんかその、はいはい、自分が下に見られていたような感じの、ああ、なるほどね。で、ずっとそれに見て見ぬふりをしたりとかしてやってきたけど、突然、え、なんかおかしくねみたいに思っちゃって、で、それでその気づいた私に合わせて対応を変えてほしかったと、はいはい、ああ、なるほどなるほどなるほど。だけど、もう変わんないから終わり、みたいな感じ、おもろすぎるやろ。めっちゃ前半すごい解釈深いなと思ってたら、突然終わり終わりじゃねえんだよ。だってでもなんか一歩引いて見てるからさ、熱が入らないと思うんだよね。なるほど。恋愛のそれは私側だけ、もう向こうも、向こうもだよね。でも向こうもだね。もし最初はすごく大事に大事にしてくれていたんであれば、もう戻らなさそう。なるほど、ね、なんかダメ元って感じする。あー、まあでもそうだね、賞賛がある感じではないよね。君との隔たりまた知るだけって書いてあるからさ、いやこの曲マジむずいって。これもだから、あの分かる人はコメント欄に書いてください。はい、書いてください。本当にでもなんかこのどうにもならない感じ好きこういう曲好きなのよ、どうにもならない感じ。あ、なんか変に希望を持たせないでほしいの。なんかあるじゃん、結構恋愛ソングで、最後にちょっと希望を持たせるというか、はいはいはい、それってさ、まだ熱が入ってる曲
ってわけじゃん。そうだね、そうだね。そう、私はなんかこういうもう完全に冷め切ってるけどでも情が離れなくて、うん、客観的に見てるみたいな曲好きなんだよ。あ、でしかもそれをバラードじゃなくて、あの決して明るいサウンドではないけども、はい、そう、でもなんかちゃんと沈みすぎない曲調なんか、あ、そうね、かな、うん、結構なんか好みが分かったわなんだろうね、なんか薄暗いところがある人間は多分そういう曲好きだと思うんだけど。え、あれは平面鏡とか好きじゃん、ほんとしたら好きでしょ。微妙に暗いじゃん。暗い暗いいやでもね、分かる人めっちゃ多いと思う。なんかこういうレオルのさ、その第六感とかさ、そのヨーヨーココンとかさ、めっちゃアゲな曲のところがもちろん好きな人もいるし、ちょっとジメジメしたさ、うんうん、ちょっと暗い。なんかビオラとかも好きだ。あー、好きそう好きそう好きそうなんか悪い男のこと好きそうじゃん。あ、そう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 、そういう曲でしょ、あれ。それがちょっと面白いね、これ。なんかさ、好きな曲掘っていくとさ、なんかその人のさ、うん、趣向が見えちゃうもんね。あ、こういう曲好きなのね、みたいな。ね、なんかね、でも逆にチャカさんは、なんか割とこうポップポップしてる曲が好きだと思ってた。あー、うん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 。あ、でも、あれよ、その、さっきからジメジメとかさ、めっちゃ嫌な言い方してるけどさ。そういう曲も好きなんだけど、あ、私は根本としてはなんかね、そのレオルの芯の強さが伝わる曲がめっちゃ好きなわけ、うんうんうん、だから今回で言うと私は圧倒的にボーイが好き。あ、でボーイは なんでいいかっていう と、 その、第六感はただ明るい、かなり明るさにさ、うん、曲振りしてるんだけど、ボーイに関しては悲しい喜怒哀楽の愛もあるんだけど、プラス、うん、エンドレスライン的な前へ進む感じもあるし、うんうん、しかも 1LDK を乗り越えてる。あ、 1LDK のあの憧れで止まってた、自分が、あの 1LDK はさ、あなたが、うん、主体というか、もう憧れのあなたのことを歌ってる曲、それで私も鼓舞されたっていう曲だけど、ボーイはその憧れを超えてもう私が主語の曲になってるわけよ。それがクソエモい。なるほどね、なるほどね、超好き。でそこがしかも、うん、それをちょっとさ、あれもちょっと暗いのよと、めちゃくちゃ明るくないんですよ、あれ。ちゃんと聞いて皆さん、かっこいいんだけど、これ暗くねっていう、あのテイストがたまらん。うん、でいて、その、うん、強いんだよね。そうそうなんですよ、レオが強いのよ。そうなの、まあ、レオが私なのかよ、わからんけど、うんうんうん、主人公は強いのよ。そうそうそう、なんかその今までの締め曲は強いかもしれないけど、うん、その曲の中の過去にしてる部分、うん、振り返って、うん、あの時には戻らないよっていう、そのあの時の話は絶対に弱かったはずだと思うの、うん、その、うん、あ、はい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 、歌ってる感じね、うん、だけどボーイの時は別に弱かないと思うんだよね、うんうん、弱かないし今現在もなお強いし、うん、なんか単純にこう自分のためにその決断をしたやみたいな、強い強い、とにかく強い。そうなのよ、なんかいろんな強さが感じられるよね。なんかただ単に図太くて強いとかそういう話じゃなくて、うんうんうん、しかもなんか今ボロボロじゃないわけよ、うん、もうボロボロの時期を経てもう完全に吹っ切れてっていう感じの強さだから、なんかすごくどっしりとしてるというかさ。それね、どっしりとってる、わかるわ。あ、あ、なんか、あ、そう、なんかさ、四つ打ちがすごいんだよね、あの曲。なんかもうズン、そうね、そうね、その四つ打ちのさ、強さがさ、そのなんか今弱くないんだぞっていう感じがすんごい伝わってくるの。そう、なんかトラックだけ聞くとそんな暗くは聞こえないんだよね。そうなんだよね、不思議なもんでさ、うん、なんでこんな暗い印象を感じるんだって思うんだけどさ、うん、ちゃんとね、なんかレオが加わって作品になってる、うん、そう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 、レオの声が入ってさ、うん、ボーイになるなっていう感じ。そうね、そうね、うん。じゃあ最後に、ND60 はどんな感じよ。なんかこれさ、 ND60 ってさ、ネオジム、ネオジムの元素記号と番号をくっつけたやつなんだよね。そう、まあ、なんか全体的に言うと、この僕はゆっくりな感じの方、うん、肩
めっちゃ丁寧。うん、だからなんかみんなが決断したりそれによって変化していったりしてるのに対して速度が、はい、その過程がついていけないから僕はこのままでいたいっていう感じなのかなって。あー、なるほど。なおかつ自分もここにステイしてるっていう、はいはいはい、お一人様は楽しんじゃおうっていう感じの曲、うんうん、に思うんだが、でもなんか S と N になりたくないね、なりたくないっていうかさどっちつかずでいたいみたいな、うんうんうん、でもさなんか別にその S でも N でもないよっていう磁石ではなくて、うん、S と N もあるみたいだからさ、うんうん、なんでこの人はこんなにどっちつかずでいたいって、なぜそのネオジウムが出てくるのかなっていう、なんかその趣旨とは真逆に感じるような、うん、ね、そうだからなんかもしかしたら、はい、うん、ネオジムってなんか磁石に混ぜるとめっちゃ強くなる磁力がやつらしいんだけど、実はこの僕自分ではなんか役に立たないからもういいよ僕はみたいな感じになってるけど、磁石に入れば強くなる、うん、あー面白い面白い、本当は僕入るとめっちゃ役に立つんだよっていう、なんかちょっと皮肉だったりね。なるほどね、認めてほしいみたいな、うん、まあ認めてほしいのか、こう客観的に見て、うん、例えばちょっとこう神様的な立場から見て、おお、はいはいはい、本当は君が一緒にやればうまくいくっていうか、より良くなるのにねっていう意味で、神様的な存在の人がネオジウムって、その僕のことを思ってるの。え、それめっちゃ良くない？その説希望なんか良くない？え、めっちゃいいめっちゃいい。このさ、救われない僕がさ、うん、第三者神視点では本当は役に立つ人なんだよっていうのを名前つけてるとしたらすごいいいね、うん、あー、その解釈めっちゃ面白い。今ね、頭いいと思った。いや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 、すげー、だいぶもう願望の話よこれは。さらにこのネオジウムなんかレアアース、あ、はいはい、希少なやつらしいんだけど、でも一番ネオジウムが入ってるのが、うん、モナズ石っていうやつらしくて、へー、でそのモナズ石がね、うん、ギリシャ語で孤独、単独って、かっこいい。だからその論理論理言ってるのはこことかけてんのかな。すげー。そうだからただ、はい、なんかマイペースな感じで、うん、人と離れちゃった人、うん、人と速度が離れちゃった人っていう終わりじゃなくて、うん、実はこういう感じなんだよっていう、なんか希望皮肉が、うん、もう曲名だしね、何しろそのネオジウムが。そうだね。ただその言葉遊びで入れてるとは思えないから、うん、いや私はもう大好きな解釈だけど、え、なんかちょっと今の解釈聞いてさ、この曲すげえ好きになりそうなんだけど。あの意味がなんか想像して聞けるというか、ストーリー。ああ、そうよね、なんかね、そういうの欲しいよね。欲しい欲しい、あの頭に映像が流れる、すごい。合ってるか知らんけどね。あ、いや、こんなもん合ってるもクソもないから大丈夫よっていう3曲の考察というか。いやー、これはちょっと激アツだね。ね、なんか好き嫌いっていいよみたいな感じで言ってくれたから、うん、すごいこう気楽に喋れた。いやー、ほんとほんと、もう今日は好き嫌いの話しかしてませんのでね。そうそうそう、別にあの私の嫌いが誰かの好きであっても全然それがいいと思って、そうそうそう、そう、何の問題もないので、あの何の問題もない、はい、うん、なんかむしろその私が思ってる好きを嫌いとか逆のパターンもあるけど、うん、そういう風に意見を持ってるだけでそれは違うと思いますみたいな人がいたら、うん、こんなにレオのこと好きなんだって思って嬉しいかも、うん、なんかそういう人がいたらね、うん、ほんとそう、ほんとそう、なんか逆にさ、私は批判が来ることの方が健全だと思うわけ。こう言ってたけどこうじゃないと思いますってもしなったとしても、うん、そう言わせるのはその曲の持つパワーだと思うから、うんうんうん、むしろ聞きたい、本当に。あ、そう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 、難しいからさ、頭いい人の意見を聞きたいよ。そうなんですよ、聞きたい聞きたい。なんかさ、例えば論理的にさ、ここはこうだからこうだと思いますみたいなさ、もう解釈があったらぜひ教えてほしいわっていうぐらい。も私も本当にさ、ネット情報だから、そのさっきの難しい言葉のさ、あ、うん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 、だからなんか
例えばその宝石とかにさ詳しい人からさ、うん、してみたらもっとわかるのかもしれない、うんうんうん、そうそうそう、なんかその分野に、まあ、詳しくなくてもちょっとわかりますよみたいな人がこの曲を聴くと、あ、こういう解釈もできますねみたいなのがあったら素晴らしいよね。そうそうそう、その、うんうん、ね、ネットに書いてないネオジムのさ、うんうん、性質とかさ、そう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 、確かにそれがめっちゃドハマりするかもしれんしね、歌詞に。そうそうそう、だから、まあ、聞く人の数だけ本当解釈が生まれるので、まあ、今回のうちらの話もなんかそのうちの、ね、星の数ある解釈の一つだと思って楽しんでもらえたらなと思うんですけど本当に すげえ予防線張るけどね というわけでどうだったこの数時間。いや、なんか久しぶりに、うん、レオにどっぷりになった気がする。ああ、ほんと嬉しい、うん、なんかやっぱレオ好きだなって思って、うん、すごい感じたよ、それは。ライブもさ、今日話した内容をさ、思い出しながら聞いたら、うん、めっちゃ面白いよね。ねー、その演出で結構ね、解釈わかるところあるから、うんうん、そうそう、どう見せたいかがね、わかるし、というわけで今日は、キャオさんレオルの話したさせていただきました。なんか長々とありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた来てください。いただきます。はい、バイバイ。バイバイ。